けど、ポグバのワールドカップ決勝のミーティングとか良かったよ。そう。あれは、ポグバに、あれをさせたデシャンがすごいんですよね。当然、ポグバも熱くなってるけど、あれいつもやるわけじゃないじゃん。ユナイテッドへのプレーとかさ、お前、モーリーニュいた時それやってないだろ、みたいな。で、あれやってる人さ、林良平さんとかの本に書いてあるから、よかったら読んでほしいですけど、自分新車買って、クラブのバスでみんなで帰るって時に、ポグバ新車で帰りたいってダダこね出して、じゃあもう10分移動して、その車が止まってる、駐車場だったか、まあ、パーキングかなんかで、なんかマネージャーみたいなの止めたのか分かんないけど、そこで降りて、その車で帰っていいから、最初の10分はクラブのバス乗れっつって、妥協させたと。そんなやつが本当のリーダーシップ持ってるかっつったら、僕は全然持ってないと思うんですけど、ただそれが、まあ、ワールドカップになると、ああいう風に、この90分で歴史変えるぞっていうっていうのは、まあ、あの瞬間的に入れれるナルシズム。正直俺自分が新車買ってそれ乗りたいんだって言って監督と揉めて乗ってみたいな普段やってて、それがワールドカップの決勝行ってさ、その時だけさ、そこを都合よく忘れて俺たちで歴史変えるぞって言えないから。ってなると、あれをやれちゃうこうなんていうのかな、ポグバのその、まあナルシズムもすごければ、ああいう風にポグバを乗らせたデシャンもすごいし、何より、代表戦って私生活とさ、一緒にリンクしてないじゃん。私生活と普通の試合を行き来するのが普段の試合で、代表戦はその瞬間だけこう隔離されてるから、ポグバもサッカーに集中できる。で、これはもうモーリーニョも言ってたけど、だこういうところで、まあ、デシャンがやってることっていうのはモーリーニョよりは楽だなって思います。そうだ、ポグバ常に本気状態ならほんと最強だと思います。そうじゃないから、じゃあ、ポグバをいかに本気にさせるかっていうところで、モチベーティングだったり、周りにどういう選手を置くか。その辺でアレグリとかね、モチベーティングもそうだし、周りの選手への置き方とかそういうのもうまかったですよね。